その自動運転システムは、じゃあ、運転手が気づかない危機すら検知し、回避してくれるのだ。プリウスミサイルを避けた。信じられない功績だな。自動運転は実用化され、今も命を救っている。アメリカの EV メーカーテスラを例に、交通事故の神回避を見ていきましょう。それは高速出口で。わあ。信じられねえ。こりゃひどいですね。折り損なった車が急ブレーキ。追突事故の危機ですが、システムが緊急転打及び急制動。機械の力で事なきを得ました。改めて見ると、ほんとひでえ事案だな。ええ、これで追突されたら死にますよ。こんなことしちゃダメ。暗い夜道、周囲が見えづらいですね。ああ、今来るなあ。人には対応しきれないような状況でも、見事、事故を回避してみせましたね。自動運転に無限の可能性を感じる。さて次、左から合流してきてますね。だからって、特に何も見えないか？ああ。おお、自動回避ですね。コースアウトせず舵を戻してくれたのも頼もしいな。前の車が急ブレーキ。これぞ自動ブレーキ、って止まり方だな。なんか言ってる。また高速の合流。タイミング合わせが難しいな。ええ、正面への注意が薄れてしまうと。おお、あら追突案件だったな。わお、左のピックアップトラックでかい、プレスされたら潰されそうで怖いな、足。おお、前の車との衝突まで避けてくれるのか。え？あ、動物いるやん。こんなの目視じゃ気づけねえな。え？うわ。軽くぶつかる程度で済んだのはすごいな。右車線混んでますね。なんとなくこっちに飛び出してきそうで怖いな。あー。おお、これは神回避。ただ避けるだけじゃなく、その後のカウンターステアまで完璧だな。ええ、これには素直に脱帽です。稀に死亡事故を起こしている自動運転技術ですが、実は、その数億倍はこの動画のように人を救っている。マスコミに騙されず、その事実を知ってほしいです。はい、見てくれてありがとうございました。次回も、自動運転をテーマに動画を作ります。当チャンネルカーボン調では、この手の動画を毎日投稿しております。その数、投稿時で約70。まだ見てない人は、概要欄へ。では、ご視聴ありがとうございました。